E-270 モスキートは1984年にソビエト連邦で配備された艦隊艦ミサイルである。クラオインデックスは 3M80、空対艦型は KH-41 と呼ばれている。また、西側諸国においてはアメリカ国防総省識別番号の SSN-22、NATO コードネームの3番などの名称で知られている。 P-270 は1970年代にラデュガ設計局にて P-15 テルミートの後継ミサイルとして開発が開始された。そのためサイズと重量を P-15 と同等とすることが求められた。しかし P-15 よりコンパクトに収める目論みは成功せず P-15 の全長6.5メートル直径0.78メートルに対し P-270 の全長9.745メートル、直径0.74メートルとほぼ1.5倍のサイズ、重量も P-15 の2500キログラムに対し、P-270 は4500キログラムとやはり、倍近いミサイルとなった。そのためか、配備は、ソブレメンヌイ級駆逐艦、ウダロイツ級駆逐艦、タランタル3級ミサイル艇にとどまり、 P-15 装備艦への換装は行われなかった。P-270 の推進系はインテグラルロケットラムジェットである。旧ソ連では実用化が早く、同海軍では1980年代初頭から使われていた方式であった。当時は西側にはない先進性であったが、現在では日本の ASM-3 など世界的に広まっている。目標が近距離の場合は、 艦艇のレーダー、遠距離の場合は、関西ヘリコプター、航空機からの目標情報により照準、発射され、ロケットにより M2 前後まで加速する。最小射程は 3km。巡航は、ラムジェットにより M2.5 で高度 20m を飛行する。敵による発見を避けるためには低空を飛行し、地球の丸みの影に隠れるのが有効だが、 超音速ミサイルは低空に降りすぎると衝撃波が海水を巻き上げかえって発見されやすくなる。20メートルの巡航高度はこの2つの要素から導かれたと思われる。ミサイルのコースから発射間の位置をたどられないように迂回したコースを飛行させることもできる。P-270 は一般的な艦船のレーダー見通し距離を30秒足らずで飛行するため、 迎撃されることのないミサイルと呼ばれることもあるが、実際には P-270 自身の見通し距離に、艦船のレーダー見通し距離を足した距離で探知されてしまうため、それほど安全には飛行できない。そこで、目標まで5から 7km まで接近すると高度を 7m に下げ、目標の艦からの攻撃を回避するため10から 15G の S 字運動をしながら突入する。 命中すると 300kg の鉄鋼弾頭のみならず、弾体の運動エネルギーより大きい、残存燃料による火災も目標に多大なダメージを与える。現在、P-270 と同等以上の性能を持ち、よりコンパクトな P-800 ヤーホント対艦ミサイルが実用化されており、これ以上 P-270 装備艦が増えることはないと思われる。 1999年、ロシアは中国に、ソブレメンヌイ級駆逐艦を2隻輸出、その後さらに2隻を輸出した。また、ベトナムには、タランタル3級ミサイル艇が輸出されている、ソビエト連邦開発国であり、最初の運用国、ロシアソ連の装備や生産を継承、インド水上艦用に購入、中華人民共和国水上艦用に購入。ありがとうございます。